黒い紙と透明な付箋を使ったランプシェードの作り方です。色上質紙特厚口 A4 黒と全面貼り付く透明付箋ペタを使いました。まず型紙をダウンロードして黒の上質紙と重ねて切り取ってください。次にカッターナイフで好きな形に窓を開けていきます。窓は細かくたくさん開けた方がきれいにできます。切り取ったところに透明付箋ペタを貼ります。ペタの裏全面に糊はついていますが、細かく切ると剥がれやすいのでそのまま貼ることをお勧めします。間が空かないように少しずつ重ねて貼りましょう。ペタを貼る前はランプがそのまま見えますが、貼った後は全体がふんわりと光に包まれきれいな色合いが出ます。小さい穴は画鋲で突き刺して開けたものです。ペタが重なり合ったところは色が混じり合って微妙な色合いが出て面白いです。開ける窓の形や大きさ、貼るペタの色などを工夫してお好みのランプシェードを作りましょう。